キッキングとボーマンダーが何もなしで対面してしまった場合、キッキングは何もせずに帰ります。ロットムからいきましょう。ロッテンマイヤーさん、ケツハスタムでいきましょう。頼るい。オーケー、先発アーマーが死ぬほど出しがち。ぼーっとしてるロットムいきましょう。まあ、ここは引いてくるだろう。ガチグマがいるかどうかですね。帰りましょう。ここは帰りましょう。メガネボルチェンを押し込んでいく。メガネボルチェンをバッコシ押し込んでいきましょう。まあ、アーマーが引っ込めるわな。まあ、そら引っ込めるわな。うん。おい、ソープレイズ。どうぞ、52どうぞ。ソープレイズいたので、じゃあボルチェンでバイバーイ。メガネが突き刺さる。で、ソーブレイズな、きついかもしれないな。ちょっときついな、ソーブレイズ。まあ、ケツ出すか。ケツ出しましょう。アネムナゲッキング。でも、ただ、ここでソーブレイズが来るなら、おそらくガチグマはいない。なので、問題はなし。これ、テラバ行きます。これは一旦帰りましょう。テラバで帰ります。ここでされて一番鬱陶しいのはアーマーガー交代だったんで、帰ります。一旦。ソープレイズ引っ込める。サイクル有利だと思ってんのか。あ、鉄の武人、おいしい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 鉄の武人。 S が上がるタイプの鉄の武人。52だぞ。52だぞ。で、ここはケツでサイクルを回していく所存です。ここでテラスタルを切ってステラケッキングです。美しすぎる怠惰の王。行くぜー。行くぜー。これケッキングのテラバーストです。これステラバが強いんすわ。ケッキングのステラバが強いんすわ。で、こいつは耐久ないから飛ばせるんじゃないかな。まあ、飛ばせはしない、飛ばせはしないが問題なし。ケッキング AC 下がって、はい、脱出パック発動して、脱出パック発動して、んーで、やられて嫌なことをやり続けるのがポケモンさ。されて嫌なことをし続けるのがポケモンさ。ね、行きましょう。知的なハッサム、よろしくお願いいたします。嫌だろ。帰りましょう。まあ、ここアーマーガーコートありそうなんでね。ハッサムにはバレパンあるしね。で、5つ目だったらな、ガー交代が安定するすぎるからな、一発でも入れといた方がいいんでね。鉄の武人引っ込めいてーだよね。まあ、雨が出てくるわな。そらまあ、雨が出てくるわな。じゃあバイバイ。じゃあバイバイ。オッケー、5つ目雨が問題なし。了解了解、5つ目雨が。んーで、ロトム行きましょう。ロトム行きましょう。やぼーっとしてるロトム。よろしく、ただいま、こんばんは。いやだな、いやだな、この試合。この試合、いやだな。ボルチェン行きましょう。ノータイム、メガネゴル、ボルチェンです。まあまあ、アーマーガーなら S 上取ってるから。てか、アーマーガーが照らす切ってくれるなら、アマが引っ込めいてー。まあ、そらそう。鉄の武人出てきてー。武人出てきて、ボルチェンバイバイ。うるい。で、突っ込んでですね。で、突っ込んで、まあ、ロトムをかなり大事に取っておかないと、あれなんだよな。アマガが重すぎるので、でまあ、ケツから出します、僕は。僕はケツを出しますよ。君は何を出してくる。あ、多分ソーブレイズ出てくると思うんだけどな。無念の剣でハッサムの体力をジュージュル吸われたら厳しい戦いだから、それは嫌だから、それはちょっと嫌なんで、はい。それはちょっと嫌なんで、まあソーブレイズ来るわな。まあまあソーブレイズ来るわな。そりゃそう。多分上取ってないんだよな、ソーブレイズの上は取れてないんだよな。まあ、ここは自信でいくか。ワンチャン上取ってる、ナイス。ここでケツをしっかり出していって、上からソーブレイズを処していく。純速だけど、さすが100速ですね。ケツが強い。ケツサイクルが強い。でも、まあ、次怠けターンなんだが、しかしですね、問題なしです。もうハッサムいらないから、
もうハッサムいらないので、アーマーが出てきたが、しかしハッサムを捨てましょう。いらないです、もう。はい、勝ち。これが完封勝利ってやつだ。ケツサイクルに相手ケツサイクルになすすべなくやられてっぞ。うん、いいパーティーですね、なかなか。まあでもジャローダ出されるのが一番嫌か。でもまたこのケツサイクルでいけそうです。メガネ、メガネ、お前はメガネと申し訳ない。ロトム、ケツ、ハッサム。まあハッサム刺さってないという見方もできますけど。だるい。オーケー、先発オーカッポン。離れば足してるロトム、よろしくお願いいたします。まあ出し負け臭さあるけど、まあもうここはオバヒで突っ張ったりましょう。他メガネオバヒぶち込んだりましょう。こんなもん HC ロトムなんで、オーガポン一発耐えますわ、何飛んできても。 S には振ってないから上は間違いなく取られてるけど、ここはスタコンボ余裕で耐えますわ。よいしょい、いいだ、ロトムいい硬さしてますね。で返しのメガネオバヒでオーガポンを処していく、バッコシ処していく。いやー、メガネロトムしか勝たん。いいですね。でもここからがマグマなんです、ここからがマグマなんです。問題なし、まあまあ問題なしです。海竜が来るね、いい海竜じゃの。うん、まあ一旦ハッサムに行くか。ここは帰っておいでロトム、お前にこのステージはまだ早い。でだな、知的なハッサムバッコシ出していって、んでリュウマイ、まあまあそうだよね、まあまあまあそれはそう、リュウマイ飛んでくる。でだな、こっからだな、むずいな。ダブルリングもあるんだけどな、テラスが何かわからないんですよね、こいつのテラスが。わかん、まあ、トンボかな、一旦地震。オッケー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 よ、よいしょい。でまあ、トンボ返りで剥ぎながら、剥ぎながら帰ったようで、ハッサム。でだな、これケツいくか。ノータイムでおねむなケツを出していくってなったら、多分相手レイパンとか読んでテラス切ってくるんだよな。これステラバーいきます、これ、ステラテラバーストいきます。いきます、いきます、はい、勝ちます。絶対帰るテラス切ってくる、俺にはわかる、僕にはわかるんです。まあ切らなくても上から一発耐えて、まあまあって感じかな。あ、テラス切ってないな、まあ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 なんとかなるかな、まあ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 、慌てる時間ではないかな。羽休めかな、まあ、全然羽休めもありえるかなっていうところではあるよね、怠けだしケツって。地震打ってくるね、地震。うじゅい、しっかり耐えて返しのテラバースト、これをバッコシぶち決めていって、よいしょ、いいダメージ、バレパン圏内です、いいですよ。でこれバッコシ耐えてケッキング帰宅です。一旦帰りましょう、リュウマイの起点にはならない。リュウマイの起点にはならない。でここでもう一度知的な発作も繰り出していく、いいですよ。まあ鋼テラスの可能性もなきにしもあらずんばって感じだけど、問題ない。アバレットパンチが通っていく、突き刺さるよ、よいしょい。バレパン突き刺していって、でラス1時代だな。ここからがマグマなんです、怠けを知らないグルメなバタガミ。オーケーよ。オーケーよ、グルメなバタガミね、テラスタイプ次第ですね。まあなんとかしましょう。いや多分ケツ一発絶対耐える、何テラス切られても、何テラス切られたとしても多分ケツが一発耐えるから、ここでテラス切るなら返しのステラバできると思うんだよな。まあテラス切るしかないよなお前。まあテラス切るよな、それは問題なし。デンテラ、デンテラ、いや多分大丈夫、多分大丈夫、俺はこの脱出パックキッキングで天下取ってやるんだ。とりあえずバレパン、よいしょい、まあいいダメージ。シャドーボー落としてきますね、ソラマ、よいしょい、まあハッサム死。ハッサム死ぞね。まあテラスの大ムーンフォならこの体力のケツ多分耐えるんだよな。
ちゅうわけなんで、アネムナケツ行くぜケツの力見せつけてやろう。テラバです、こんなもん。これテラバですよ。舐めるな、ケツを。ケツを舐めるな、このサイクルケツ。サイクルに突然組み込まれた怠け者ケツ。突然サイクルに組み込まれたからな、ケツが。僕ですか。僕一番サイクル向いてないと思うんですけど。ケツも言ってますよ。ムーンフォー、これをしっかり耐えていく。ナイス。で、開始のテラバで抜群なのでもちろん突破。よいしょい、はい、勝ち。ケツサイクルが強い、強すぎる。かわいい統一。うんうん。うん、かわいい統一ですか。わかんね。ロドム、ケツ、ハズム、バッコシサイクル戦見せてやる。だるい。オーケー、全発侵入のパーボット。あなれぼーっとしてるロトム。プアーボットは蓄電もあるから、壊し。まあ、一旦おばひで様子見ようと。交代もあるね。全然。まあ、インファ打たれても耐えます。ロトムならば。エッジロトムなら、パーボットのインファぐらいなら耐えていきますでしょう。おそらく。すべからく。わかんねえけど。俺バカだから。俺バカだから難しいことわかんないけど。インファイト、これ、かっこし耐えていって、ナイス。ナイス。バッコシバッコシ耐えていって、まあ、返しのオーバー火をしっかり当てていく。先発に来てるから、タスキっぽいけどな。タスキ、了解。了解、タスキ。バムとタスキで持ちこたえますが、しかし、ロトムは置いておきたい。ので、ハッサムに行きましょう。まあ、ただ次のインファプラスマッパもらっちゃうけど、当倍ならまあ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 、刺して怖くはないから。刺してね。大丈夫でしょう。ロトム置いとかないとちょっと後々しんどいんで、帰っておいてロトム、帰っておいてロトム。で、で行きましょう。はい、知的なハッサム。よろしく。まあインファイト連打。うるい、しっかり耐えて。まあ、交代はあるんだよな。HP1 のパーモット置いとくかどうかなんですよね。まあ、マッパなら、これ絶対マッパしか打てないから、ここ。マッパが交代なんですよね。あ、マッパなら耐えるから。どの道、相手返し、あ、いいかも。あ、いいかも。まあ、マッパならもらってもいいっていう判断です。トンボでパーモット処していって、バッコシ処していって、ハッサム、一旦帰宅。一旦帰宅発散。で、これケツ出すか。ここケツ出すわ。オッケー。アネムナケッキング、よし、タイヨロ。何から来るかだが、しかし、まあ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 、何が来てもって感じかな。何が来てもなんとかなるかな。ポリゴン2来ましたね。カモです、勝ちました。怠けポリ2だってよ。ステラ行ったりましょう。ここはまあ倒しきれないけど、ポリゴン2倒しきれないけど、怠けポリ2だって。かわいい、かわいい。ステラです。で、まあ問題なし。ケッキング、怠けはお前にだけくれてやるよ。お前だけ怠けとけよ。ステラアームハンマーです。まあ多分倒しきれないけど問題ない。いいですね、いい火力してますね。S 下がって脱出パック発動。ケッキング帰っていく。お前だけ勝手に怠けてろ。でも飛んでくるのはイカ様とかなんで、ロトムだったら絶対耐えるでしょい。ちゅうわけなんで、ぼーっとしてるロトムバッコシ出していく。で、何が飛んできてもデンジャー耐えていく。で、次のターン、ポリゴンは怠ける。このターン、ポリゴンは怠けるしかない。来たくないっすわ。読めてないですね。ポリツ引っ込めるしかない。わかるよ。わかるよ、その交代。ラス1マリルリ痛すぎる。ラス1のマリルリは痛すぎる。ポルチェン、はい、メガネ。直帰ですね。この火力、この耐久は直帰ですね。了解了解。マリルーリー。でもカスタムいきましょう。まあ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 。ハチマキハッサムなので、ハッサムいきましょう。ここでイズルはハッサム。バレットパンチが当倍。
まあ、悪事打たれる可能性もあるね。まあ、テラスキルならご自由にどうぞって感じです。テラスキルならご自由にどうぞって感じ。炎テラスかな。まあ炎耐えるかな。炎テラスマリルリー耐えない気がするんだよな。バレパンこだわり鉢巻きバレパンだよな。オッケー、空耐えない、空耐えない、鉢巻きバレパンは耐えないわどっちゃ道って感じではあるけど。バババババテクニシャンポリツーや怖っまあ鉢巻きバレパン連打しとくか。テクニシャンポリツーがいるぞ怖っ鉢巻きバレパンなんでね、まあぼちぼちいいダメージ入ると思うんですが。自己再生了解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 。うーん、さてはてどうしたものからな。一旦まあこれはたき落とすか。はたき落としてからですね。一旦テクニシャンポリツーか。まあまあ帰ったようでハッサム、君にはまだこのステージは早い。ではぼーっとしてロロタム行ってですね。まあまあてか一発絶対何飛んできても耐えるだろう。10万ボルト、まあ、しかないよな。打点しっかり耐えていって、まあ自己さえ打ってきてくれたらあとなんでトリックするか。トリックよ。ここ多分自己さえっぽいんで一旦トリックしとこうと。メガネポリツー爆誕しましたけど、まあ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 耐久もないポリツーなら問題ないです。はい、いい勝ちはい、いい勝ち。今日なんか何やっても勝てるわ今日俺何やっても勝てる。はい、いい勝ち。完璧や完璧や。サイクルが強すぎる